天下一武道会も間近に迫り、それぞれの出場予定選手たちは修行の最後の仕上げに精を出していた。よし。そしていよいよ始まった。本当に久しぶりの天下一武道会が。とうとう天下一武道会の日が来ちゃったな。気合い入れて優勝するぞ。Venga, vamos allá. Ah, está, está. Gohan, ¡oso catta, ya naika! Jeje, sumimasen. Tocoro de, sugoi hito desu ne. Honto ne. Ah, uttoshi.Bueno. Mr. Satan がついたらしいぞ。 Mr. Satan か。 地球を救ったヒーローのお出ましらしいぞ。 全世界のサタンファンの召喚、 お待たせ。すごい人気なのね。あ、ピッコロさんだ。ピッコロさん、お父さん見ませんでしたか？ああ、見ていない。しかしお前、そんな格好で出る気か、ご飯。どうしたんだべか、悟空さんは。もう選手の控室に行ってるだべか。やろ。へへ。よほー。波乱の天下一武道会。魔導士バビディの暗躍。クソン。おい。結構変わっちまったかな、みんな。でも、元気だったか？悟空さん。よう帰ってきたの。孫くん。悟空！悟空！お父さん！ん？ゴテン、お父さんだぞ。わあ、そっくりだと思ったらオラの子か。やべし。なんだゴテン、おめえ恥ずかしいのけ？ゴテンか、いい名前だな。いやー、24時間じゃぞ、よいな。ありがとう、占いババア。それじゃ、私たちはここまでね。みんな、ほどほどにね。はい、それじゃ、行ってきます。イテンシュンハンのパーティスティカ。ちょっとこの辺りを探索しようぜ。面白そうだね。行こう行こう。よーし、コテン、あっちを見てみようぜ。お集まりの皆さん、それではただいまより天下一武道会の予選を始めます。
今大会の参加者数は例年より多くなっております。その中で出場できるのは予選を勝ち抜いたわずか16名の選手ですが、チャンピオンであるミスターサタン氏は無条件で出場できることになっておりますので、残る15名をただいまから選ばせていただきます。例によって予選は公正を期すためパンチマシンを使って行います。パンチマシンの数値の高い順に15名までが予選を通過できます。パンチマシン？なんだそりゃ。果たしてチャンピオンであるミスターサタンの数値を超える選手が現れるのか、期待してまいりましょう。それでは天下一武道会予選を開始いたします。Madre mía, lo de la máquina, qué bueno era. みんな予選突破できてよかったですね。ま、楽勝だったな。Bueno. こんにちは。あなたが孫悟空さんですね。なぜオラのことを？噂を聞いたことがありましてね。ぜひ握手だけでも。あ、よろしく。なるほど、噂通りいい魂をお持ちだ。え？では失礼します。な、何者だ孫。わかんねえ。だがオラたちだけが楽勝の試合じゃなくなったっていうことは間違いねえだろうな。あの二人以外は大したことはなさそうだが。なんだあいつら、目つき悪いな。力減りすぎてんじゃねえか。かくして始まった天下一武道会。抽選の結果、Z 戦士たちはうまくばらけることができた。だが1回戦の第6試合では悟空とベジータがいきなりぶつかるという波乱の抽選結果となった。そして1回戦が始まり、第1試合はクリリンがあっさりと勝ち抜きを決めた。続いて第2試合はピッコロと謎の少年シンの対戦となった。しかし、どうしてだ、こいつとはなぜか戦いにくい。初めて会ったやつなのに、何者なのだ一体こいつは。そのうちわかりますよ。でも今はゲームを楽しみましょう。Te está leyendo la mente, tú. すまない。危険する。え？ Abandona? あの、危険って戦わないんですか？ そうだ。そうか。彼は元この星の神。なんとなく私のことを感づき始めているのかも。ではどんどん行きましょう。次は第3試合です。ビーデル選手対スポポビッチ選手。間違っているかもしれんが、あんたはまさか。何でしょうか。まさか大海王様では。いいえ、違います。海王神様だ。海王神。一応黙っていてください。今は知られたくありませんから。
4人の海王様の頂点に立つ大海王様、さらにその上に海王様たちの神がいるという噂を聞いたことはあったが、どうしたチコロ、あいつがなんか生意気言いやがったんか、ビシッと文句言ってきてやろうか。よせ何も言うな、頼む、何も言うなよ。え？Raro, que se ponga así Piccolo。その続く第3試合でビーデルはスポポビッチと戦っていた。実力は相手を完全に上回っていたビーデルだったが、異常なタフさを見せるスポポビッチに追い詰められていく。やつは自分の能力をはるかに超えた力を持ってしまってるらしい。わかんねえ、どういうことだ。あの野郎、もう十分頑張った、降参しろ、降参するんだビーデルさん。いやだ、絶対降参なんか。遊びはそこまでにしろ、スポポビッチ。我々のするべきことはこんなことではないはずだ。さっさと勝ってしまえ。場外、スポポビッチ選手の勝ちです。ビーデルさん、ポポビッチ、許さないぞ、貴様だけは。分かったな。担架を呼びましょう。いえ、僕が運びます。あいつをやっつけて。La dejaba, vamos, como un pañuelo. 次の試合で勝てば、2回戦目はあいつと当たる。わ、先頭取ってきたぞ。よかった。ビーデルさん、騙されたと思って、この豆食べてみて。あなたのことだから、きっと、何か不思議なことが起こるんでしょう。Segurísimo。もう大丈夫。でも、しばらくここで休んでた方がいいと思う。ありがとう、ごはんくん。じゃ、みんな待ってるから。治ってる。頑張ってね、ごはんくん。ちょっとな、そうだし。コントラキビト。続いて始まった第4試合、ごはんはキビトと対峙していた。スーパーサイヤ人とやらになるのだ。もしもの場合、本当に私たちの助けとなるのか試してみたい。
してスーパーサイヤ人のことを それに助けになるのかって。そのことはいずれすぐわかる。まずはスーパーサイヤ人の実力を見たいのだ。冗談じゃないですよ。こんなみんなの前でスーパーサイヤ人になんて。なんだよ、なんか話してんな。スーパーサイヤ人になれってさ、あいつ。ご飯。ピッコロさん、やたらちょっと。なんだピッコロ、なんかあるんか。な、何かはわからない。だが。ご飯さんを利用させていただきます。申し訳ありません。そして皆さんはこれから何が起こってもしばらく動かないでいただきたいのです。どうかよろしく。な、何？どういうことだ。わけのわからない奴の言うことなど危険。正体を言え。このお方は海王神様だ。すべての海王様たちの神だ。ああ、聞いたことあるぞ。海王様から。海王神、おめえが海王神様か。じゃあ、あんたの希望通りなりますよ。なんでかは知らないけれど、スーパーサイヤ人、おまけにさらにその壁を越えたスーパーサイヤ人にまでなってあげましょうか。何？さらに壁を？つらっ！すさまじいエネルギー。さまフォルトラティオラ。変身した！ごはんくんが！まさか！まさか！いただくぞ、あのエネルギーを。しっかり抑えろよ、スポポビッチ。うん。はあ。来た。ふっ、なんだ貴様ら。ふっ、うっ、はあ。よし、目いっぱいエネルギーは吸い込んだ。行くぞ。あ、hasta luego。まだです。まだ何もしないで。大丈夫。孫悟飯さんはキビトがすぐ元に戻します。これからあの二人に気づかれないようこっそり後をつけます。もしよろしければ私と一緒に。あなたたちも来てください。とても助かります。どうするよ、悟空。ほら、ついていくさ。あの海王神様が助かるって言ってんだからよ。それにこうなったわけを絶対知りてえかんな。じゃあ、俺も行こうかな。ふざけるな、カカロット。俺たちの対決はどうなったんだ。でもよ、今それどこじゃねえんじゃねえか。ごまかすな。俺は海王神だかなんだか知らないが、あんな奴のことなんかどうでもいい。貴様と一対一の決着をつけたいだけだ。そのためにこんなくだらない大会にまで来たんだぞ。分かった分かった。天下一武道会じゃなくても後で絶対試合してやっか。腐ったれ。貴様は一日しかこの世界にいられないんだろう。だったらおめえもついてこいよ。向こうでやろうぜ。行くぞ。Lo dice claro, si quieres luchar, vente, coño。ご飯のこと、任せて本当にいいんだな。大丈夫だ。孫ご飯を回復させたら、すぐに私も行く。多分孫悟飯も行くと思う。くそ。
やはり来ていただきましたね。助かります。あなたたちの力も借りなければおそらく勝てない。勝てねえってあんな二人にか。いいえ、あの二人はただ利用されているだけです。ずる賢い魔導士に。魔導士。はい、地球ではやっと人類が二本の足で歩き始めたほどの昔、宇宙の彼方にビビディという極悪な魔導士がいました。ある日ビビディは偶然からとんでもない怪物を作り出してしまいました。ブーというとてつもなく恐ろしい魔人です。たった数年で何百という星が死の星に変えられてしまいました。魔人ブーの凄まじさは作ったビビディですら手を焼くほどでした。魔人ブーを一時的に封印して動けなくしておいたくらいです。その隙にビビディを倒すことができたのですが、魔導士ビビディには子供がいたのです。親と同じ邪心を持った魔導士バビディが。もういいぞ孫悟飯。治ってる。一緒に来るがいい。何もかも話してやろう。あ、私も一緒に行っていい？いっぱいあるの、知りたいことが。お願い。うん、危なくなったら絶対逃げるって約束できる？うん、わかった、行こう。¡Hala! Pues otra más. ¿Majin Buu? ¿Desca? ¡Narujodo! ¡Sonna koto ga! ¡Demo! ¡Spopovich to Yamu wa! ¡Nan no tame ni Budokai ni! ¡Nagai aida fuji komerare teita Majin Buu wo yomigaeraseru tame ni wa! ¡Kegare tei nai kyodai na energi ga hitsuyou rashii!そこで武道会にあの二人をよこしたのだ。それよりこのスピードでは追いつけない。もう少しスピードを上げるぞ。私にはこれ以上は無理よ。やっぱり帰った方がいいよ。想像よりずっとヤバそうだ。そうするしかなさそうね。残念だけど、でもこれで分かったわ。セルを倒したのは私のパパじゃないわ。あなたたちね。それはやっぱり私だってどう考えてもちょっと変だなって思ってたんだから、これですっきりしたわ。頑張ってね、ご飯くん。魔導士バビディってやつを倒してみんなを助けて。うん、死なないでね、ごはんくん。無事帰ってこられたらデートとかしたいから。もういいか。では海王神様たちに追いつくぞ。はい、すみませんでした。誰か言っぞ。あいつがバビディっていうやつか。いえ、違います。誰か出てくるぞ。ダープラ、バビディのやつ、暗黒魔界の王まで手の内に入れてしまったのか。え、ダープラ、どっち、でっけえ王か。そうです。ということは、あのちっちゃい方が魔導士バビディなんですか。そうです。力は全く非力ですが、恐ろしい魔術を使いますので決して侮ってはいけません。
ワビディの一番恐ろしい魔術は相手の心の中の悪や欲につけ込んで思いのままに支配をしてしまうところだ。だから私たちはお前たちのように心に悪を持たぬ者しか戦うことはできんのだ。ほうほう、こいつに満タンのエネルギーなの。よくやったね。これで魔人ブー復活にかなり近づいたよね。これでもうお前たちは御用済みだよ。ぷいぷい。ぷいぷい。はい。Hasta luego. No se ve hispana. さーて、ダーブラ。やっぱし僕の計算通りヤムーたちはたくさんの餌を連れてきたようだね。ずっと昔僕の親を殺しちゃった海王神と一緒に。海王神とキビトのエネルギーは使えないとして、3匹ほどは素晴らしいエネルギーを持っているようですな。あの3匹以外のクズをお掃除して宇宙船に戻ったら奴ら必ず追ってくるよね。そこでエネルギーを吸い取るのが一番確実だよね。なるほど。そうだ、海王神はお掃除しないでね。海王神はこの僕が後でじっくりと始末してやるんだ。わかりました、バビディ様。じゃあ任せたからね。はっ、さてやるか。キビト、くそ、なわっ、うわっ、しまった。¡Joder, casaco, tú! En un momento. ¡Sabate, va, que va a ser! ¡Ftariba, y si ni sale de Shimatanotes! ¡Dabra, gashina, nai, kagiri! ¡Moto ni va, modore, masen! ¡Anda, arun, ya neka! ¡Sonna, cantan, la gojo, ga! ¡Totto, to, caerun, dana! ¡Babidi, samania, daremo, sakara, en no da! ¡Ikuzo!お待ちなさい。なんだここは。やけにさっぱりした部屋だな。気をつけてください。何か罠があるのは間違いありません。あなたたちにだけ何も攻撃しなかったのはどう考えてもおかしい。悪いな、俺たちはじっくりと待つのは苦手でね。バビディ様がおられるのはこの一番下のフロアだ。ただし残念ながらこの俺を倒さなければ下には行けない仕掛けになっている。えちょ、つまりお前たちはここでおしまいということだ。いや、多分そんなことはねえと思うぞ。誰からやるんだ。ここは公平にじゃんけんでいきましょう。まあ、し、行くぞ。Madre mía, siempre igual, eh. じゃんけんぽん。あいこでしょ。お、チェ。よし、まずは俺からだ。あら、戦う mejor de todos, tú。一人で戦う気なのですか。当然だ。あんなやつ一人で十分だろ。こいつは本格的なバカだぜ。さっきも言ったが、ここからはもう逃げられんぞ。お前たちが受けたダメージはエネルギーとしてこの部屋が吸い込み、魔人ブー様の封印された玉に行くようになっているのだ。それを聞いて安心したぜ。さっさと貴様を倒せばエネルギーは奪えないってことだろ。そういうことだ。だが残念ながらそんなことは不可能だな。おしゃべりはここまでだ。早く済ませちまおうぜ。かかってこい。
おっと、宇宙船を壊されちゃたまらないからね。パッパラパー。あら、transportas otro sitio。何が起こったの？どこ？バビディが魔法で部屋を変えてしまったのです。多分あの戦士にとって有利な場所に。それがどうした？Bueno, Vegeta va directo ya. Vamos allá. さっさと終わらせる。62。やりっこほう。やりっこほう。地球の10倍はあるぞ。No sé si transformarme, ¿eh? ¿Qué es lo que ha hecho? Si el peso de 10 veces de la fuerza, no me siento nada. Toma, hombre. ¿Qué pasa, amigo? Ya está, hombre, no sufra. Dios, cuánta experiencia, tú.¡Hala! Otro menos. ¡Siguiente! ¡Babidi no yaro! ¡Tsumaran aite o yokoshi agatte! ¡Miro yo! ¡Stai ka ana ga aita zo! ¡Elevata te yatsu mite ni natte nda! ¡Sonna! ¡Kore hodo made!A ver quién hay aquí. ¿Nanda yo? Era el de la oscuridad, creo. ¿Mota saki to onnaji yona heya ja ne ka? ¿Mo? Sí, creo que sí. ¿Nanda ka torosou na yatsu da na? Ah, are wa moshikashite Yakon? Majin shoubu o hayaku owaraseru tame niこれからお前の大好きな真っ暗闇の世界、暗黒星に連れて行ってあげるからね。たっぷりとエネルギーをいただくんだ。グッホッホッホッ、ドイツから食ってやろうかな。これはソン・ゴク。オラがおめえの相手だ。Me parece que con Son Goku me voy a tener que transformar, ¿eh?¡Se la ha tragado! ¡Wow! ¿Otra vez se me ha tragado la energía? ¡Cago en la leche el bicho este! ¡Se acabó ya! ¡Toma, hombre! Me ha roto otra vez. A Son Goku lo va a dejar hecho polvo, tú. Otra vez. Me cago en la leche, no puedo hacer un Kamehame. Así que se lo coma el cabrón este. ¡Ja, ja, ja!
Sí, sí, encima le hago los golpes eso. Se acabó. Ven aquí, ven. No puedo hacer ni un kamehame, Ni un kamehame. ¿Te cortaré en pedazo? Madre mía, la que me está metiendo. La que me está metiendo el cabrón este, Otra vez. Joder. Espera, aquí vamos. ¿Qué me has hecho ya? Joder, es que es imposible, tío. Es que claro, Son Goku estaba en un nivel muy bajo. Y era 62. Otra vez. Madre mía. Nada, no puedo hacer nada. Ahora. Son los únicos ataques que me dejan ver. ¡Hala! Te va por culo ya. Pesado. Ya ves, 2 millones, ¿sabes? Madre mía, tú. Este sí que me ha costado, この分だと魔人ブーというやつも大したことはなさそうだな。ただものじゃないよ、あいつら。いいです、わかりました。次は私自らが行って差し上げましょう。Siguiente. そしてたちまちのうちに魔人ブーの玉を奴らのエネルギーでいっぱいにしてみせますよ。ダーブラ、お前がやられたらもうおしまいなんだよ。賞賛はあるんだろうね。賞賛？私は魔界の王ダーブラなんですよ。私にパワーで勝るものなど全世界で存在しません。Bueno.